ルカマンプラスアルファの勇姿を見届けた OB たちの反応集。ナミイルカかわいい。ついにイルカポケモン来たんだ。お前を消す方法。あ、ナミイルカどっか行っちゃったよ。イルカマンは変身して帰ってきた。アシマリの嘘バレのやつ。イルカが攻めてきたぞ。ジュエルペットにいた気がする。私が来た。イルカのヒーローなんて初めて見た。令和の木もイルカ。ワクワクを思い出すんだ。ぶっちゃけこっちがイルカマンでこっちがアクアドルフィーン感あるよな。令和になってこんなストレートなイルカが水単タイプで出てくるなんて、進化しても差分みたいな感じだし。なんだお前。進化して一度びっくりして図鑑を見て二度びっくりする。ヒーローは正体を明かしちゃいけないのがお約束だから。でもなんかいいやつそうだし。一周回ってすごい気に入っちゃったイルカマン。イルカポケモンはこんだけ引っ張ったからにはヤバいのが来そうとはうすうす思ってた。もしかしてイルカマンが進化後の姿がほとんど変わらないのって一般人に紛れるヒーローオマージュなのかこれ？進化前のネーミングもナミプラスイルカかと思ってたけどさてはこれナミのイルカだな。ナミもだけどナミイルもかかってそう。ナミイルイルカの中に紛れるイルカマン。ナミイル奴らの中でヒーローの心を持った奴がイルカマンになれるんだ。胸のハートが輝くとき正義の心もまた熱く燃えている。アイルカムオン、にもかかってるぞ。イルカマンは変身して帰ってきた。ってテキストが妙に頼もしい。英語の特性名がゼロプーヒーローで無駄にかっこいい。嘘でしょイルカマン。戦いのことなにも考えてない。ずっと自分の正体がバレない方法を考えてる。イルカマンとかいう剣も蓋もない名前。イルカマンイルカマンってネタでそう呼んでるだけだと最初思ったよ。プレイしたらマジでイルカマンだった。イルカマンって愛称なのかと思ってたらマジでイルカマンでびっくりした。ニックネームつけようと思ったけどイルカマンの名前が完璧すぎてダメ。人手漫画よりによって初代にいるので文句言いようがないのひどい。そりゃあ人手漫画いるんだからイルカマンもいるだろう。というかこうなってくると人手漫のマンハどっから来たんだよ。イルカマン VS 人手漫対談くらい。キモいのに強いんだなお前。連れて歩くだけならキモくならない配慮。本当に立ってはいけなかったポケモン。女児泣いてそう。港のガキにあれポケモン。みたいなこと言われててあの草。ああうちの子イルカマンになっちゃったよー。看板にもなってる人気ポケモンだぞ。お前を進化させる方法。害悪とかヘイト向きかねない強さじゃなく面白いって性能な時点でもう作ったやつの勝ちだよこれ。ちなみに進化レベルの38はスーパーマンの初登場年らしい。お前ネットで俺のこと消そうとしただろ。敵か味方かイルカマン。戦い終わると多い。って走ってくるイルカマン。やっぱりイルカマンマイキかっこいいぜ。おいおいどこ行ってたんだよイルカマンノーマル。お前がいない間にイルカマンマイケが来て敵をやっつけてくれたんだぜ。えへへ、急にお腹が痛くなっちゃって。まったく、同じイルカマンでもお前とはえらい違いだなノーマル。まったくお前はナイーブなやつだな。きっとイルカマンはもっと強くてかっこいいナミイルカなんだろうな。おいイルカマン、お前なんでゲット感知なんか使えるんだ。まさか、イルカマンのファンで練習してたんだな。イルカマンと名前が同じだけのナイーブやろう。あの英雄と同じ名前でそんなに情けないとか恥ずかしくないのかよ。あいつイルカマンが来るときいつもいないよな。もしかしたらイルカマンはイルカマンなのか？いやそんなわけねえな。イルカマンとイルカマンに似てるところなんて一つもねえしよ。なあ、マイキフォルムの正体って、ナイーブフォルムなんじゃないか。戦闘が始まるとすぐに逃げ出すイルカマンがイルカマンなわけないじゃん。何言ってんだよみんな。でもまあお前が無事でよかったよ。いなくなる時は言ってくれよなイルカマン。第一イルカマンが本当にヒーローならなぜ先発からの3立てをしないんだ。理由は一つ、奴は敵トレーナーと繋がっているマッチポンプ野郎だからだ。マジかよ許せねえなハイドロポンプ野郎。ヒーローもの特有の愚民来たな。というかこいつらが別人なら手持ちが一つ多い計算になるだろ。ナイーブ野郎は逃げ出したから数は減ってトントン。ぐんぐんカットで出てくるマイキフォルム。悪の幹部エロマスカキーニャの攻撃で倒れ伏したイルカマン。変身が解けその正体がみんなの前で明らかになってしまう。な、ナイーブ。マン、お前だったのか。いつもジェットパンチしてくれたのは。イルカマンがナイーブのままジェットパンチを打ち敵を倒す名シーン。バカな。変身できないイルカマンごときにいい。変身しなくても心は常にヒーローなんだ。御三家の敵幹部官は異常。
プリキュアに出てきそう。クラスのみんなには内緒だよ。ナイーブフォルム、お前をパーティーから追放する。帰ってこいと言われてももう遅い。秘密を共有できる人が出てくるとなんか一気に報われた気がして安心するよね、この手の作品。わかる、その後その人がヴィランに殺されて一人で戦っていくことを決意するんだよね。色違いが黒でちゃんと闇落ち差分まで用意されている。ギャハ、教えてやれよイルカマン。こいつにてめえの正体をよ。卑怯な手を使う怪人クモ男。うっふ、痛いわね、辛いわね、逃げたいわね。あなたがこんなに苦しんでるのに助けに来ないイルカマンはひどい男よね。ま、待ってくれイルカマン。部下も倒されわし一人ではもう何もできん。この通りだ、降参するから助けて。勘違いするなよ。お前は俺の獲物だ。へや、イルカマン、君の生き方はいつか君自身を傷つけるぞ。孤立したら変身できないんだなこいつ。誰でもいいから守るべき仲間がいないと変身できないんだよなこいつ。誰かを守るために戦うのがヒーローだからな。ヒロインは誰なんだ。アシレイヌとか。お前のせいだ。お前がもっと早く来ていればわたっこお姉ちゃんは死なずに済んだんだ。この役立たずの偽物ヒーロー。変身ヒーローとしては100点の動きだよなこいつ。普段は冴えない波イルカなのもいい。オーケー、それじゃあもう一度最初から説明するね。僕はイルカマン、ユニオンサークルでレベルアップしたあの日から今までたった一人のイルカマンさ。大いなる種族地には大いなる責任が伴う。なんだこれは。そう、可愛いイルカを引っ込めたら出てくる巨人、イルカマンである。君が望むなら、それは強く答えてくれるのだ。帰ってきたイルカマンってそういう？そんなにトレーナーが好きになったのかイルカマン。体力減ってゲージが赤になるとピコンピコン言うらしいなこのゲーム。おい待てカメラ止めろこれはまずい。日本男児の心を捉えて離さないポケモン。虫役だけど格闘技もたくさん覚えます。なんでだろうね。虫格闘じゃなくて虫役なのがまた狙ってる感ある。虫がなぜか悪に弱いのって多分仮面ライダーネタだよね。元はショッカー怪人だもんな。蹴り技の得意な人型のバッタの時点でだいぶ危ないと思う。バッタといえば脚力だし。なんならエクスレックって名前がもうライダーにいそう。ニャオハに立つな立つな言ってたらバッタがウェイカしやがった。背中に足らしき背負い物をつけて別物にしたんだろうにブラックさん側がぶつかってくるの好き。まさか本家が足背負ってくるとは思わないじゃん。ライダーの方が現実に追突されてポケモンも追突されるとか偶然にしても面白すぎだろ。初代に似せると必然的にブラックにも似るからそこに事故が重なってこうなる。ブラックさん見てゲイフリ社員ひっくり返ってそう。輪っかネズミは狙っただろうけどこっちは完全に衝突事故。かけてやってくれ。バーカ言ってる、ポケモンはねえ、人間じゃないんですよ。この色違いのカラーリングどこかで。01010、令和の姿やめろ。あれっぽい、色違いあれっぽい。くらいで済ませる予定が本人が来た感じ。色違いの方は顔の配色的にもわざと狙ったんだろうなって思う。元の方は背中の足といいあっちがバッタ男形態を公開してなかったことといい完全に事故。太陽の石とかでもう一段階進化しません。ダメ？不思議なこと起こりまくるからダメ。太陽のことシャイニングホッパーだから太陽の石は腑に落ちるんだよな。ステータス足りないからもう一段階進化してほしい。バッタモチーフなら600族あっていいだろ。ウルトラマンといい仮面ライダーといいスーパーマンといい FF10 といいこのゲームやりすぎだろ。やっぱヒーローって嫌われるとダメなんだなって。イルカマン、お前とダイマックスありで戦いたかった。なんかこの地方変なポケモン多くね。お、やっとイルカマン帰ってきたか。結局イルカマンの正体は誰なんだろうな。アイルカのサジェスト払拭するためにイルカマン作った説好き。